はい。グラフとネットワークの5回目の授業を始めていきます。今日はモデル化の話をようやくすることになります。で、前回マッチングの話をしたので、マッチングを使ったモデル化の話を3つご紹介します。今一度ですね、この講義の主題を思い出しますと、この講義では理想最適化の入門として次を解説すると言っていて、一つがグラフとネットワークを用いた数理モデル化。で、もう一つが、アルゴリズム的解法の背後にある数理ということでした。で、今日はこの数理モデル化の側面を、強く感じてほしいというふうに思うわけです。で、これが今日ですね、マッチングのモデル化の話という形になります。で、今後もこの、いろんな話題に対して、その数理的な側面とモデル化の側面を、混ぜ合わせながらというか、交互に話をしていくと。いうような形になっていきます。で、今日はですね、そのマッチングを使って問題解決をするという話の中で、3つあるんですけども、XML のパターンマッチングっていうのと、ドナー交換人移植っていうのと、臨床研修病院選考という3つの話をしていきます。それぞれ30分ずつぐらいできればいいかなと思ってます。はい。でですね、モデル化とか応用とかっていうような話をしていくわけなんですけども、応用って言葉はですね、非常に曖昧です。使ってる人によって、その意味が違ったりしてますし、その意味の違いっていうのを、その使ってる人が明確に感じているわけでもないこともあります。でですね、ここで私が思うことなんですけども、まず一つ目は、その応用っていう言葉の意味は非常に曖昧です。今言った通り、その使う人によって何を意味しているかっていうことが違ったりします。で、応用という言葉が、使われるとき、あるいは皆さんが使うときには、その学問の階層を意識するとか、その社会の、その階層というかですね、その構造を意識するっていうのが重要だと思います。で、私はその研究をしている人なので、その研究とか学問の階層を意識するわけですけども、研究っていうものには段階があるわけです。で、例えばその基礎研究と言われるものとか、応用研究と言われるものがあるかもしれないんですけども、その基礎研究の応用先が別の基礎研究かもしれませんし、その応用先は応用研究かもしれないわけです。で、もしかしたら応用研究の応用先がまた別の応用研究かもしれないし、それが応用される先が実は基礎研究かもしれないわけですね。で、その応用っていうのが実世界の応用を意味しないかもしれないってこともあるので、それはですね、そういうその何をもって応用と呼んでるのかってことを、意識しながら皆さんも考えていってほしいし、使うときには意識してほしいなというふうに思います。で、まず初めの話は XML のパターンマッチングという話です。で、XML というものを皆さんがご存知かどうかっていうのはわかんないんですけども、こういうようなものだということを、まず紹介すると、これですね、XML。これ Extensible Markup Language の略ですね。マークアップランゲージって、マーク付け言語という感じですね。だから、なんでしょうね。皆さん、ラテクとかですね。とか、HTML とか。HTML はハイパーテキストマークアップランゲージですけど、いうものをですね、知ってるというか、あるいは、聞いたことがあったり、使ったことがあるかもしれませんけども、そういうふうになんかな、文章とは限らないんですけども、そういうものを、構造的にですね、表すような言語ですね。が、ラテフとか HTML ですけども、XML もそのような感じで、文章と限らず、いろんなものを、マーク付けするというか、記述するような言語です。で、それは割とその拡張可能な形で、柔軟性を持って、設計されているものが XML です。で、下のものは一つ例として挙げられているものを、持ってきているんですけども、これはどういうふうに読んでほしいかというとですね、XML っていうのは、開始タグと終了タグとその中身っていう、その組で、作られています。例えばですね、初めここに、このブレックファーストメニューっていうのが、この山括弧ですね。山括弧というのは、山括弧で区切られているんですけども、これが今、開始タグと呼ばれているものです。ちょっと書きます。開始タグ。で、それでですね、ブレックファーストメニューというのが、
が始まるよってことをここで表してくれてるわけですね。教えてくれてるわけです。で、それがどこで終わりのかってことを教えてくれるのか、それに対応する終了タブというもので、それはですね、この場合は一番最後につきます。で、このようにですね、はじめに、こうなんかスラッシュがあって、続いているもの。で、これは終了タブと。来るわけです。で、この開始タブから終了タブの間が、まあ、このタブで囲まれている、まあ、内容となるわけです。内容の CSS の言い方ちょっと忘れてしまったんですけども、まあ、内容になります。で、その内容がどんな感じになっているかっていうと、ちょっと待ってください。ふっと消しながらやってます。消すのはこうですね。どういうふうになってるかっていうと、今言った通り、この部分ですね。この中身に、なんか挟まってるんですけど、で、何が挟まってるかっていうと、初めに見るとですね、これまたフードっていうありまして、これ開始タグです。開始タグです。で、これに対応する、終了タグが、ここにありますね、フードっていうのがあります。で、この間にそのなんかフードのなんか内容が書かれているというですね。で、フードの内容、何が書かれてたっていうと、なんかネームっていうのがあって、まあ、これ多分この名前なんだろうなっていうのを思うわけですね。で、これも開始タグで、この開始タグで、この終了タグ対応するのがこれなんですね。ありますね。そうするとこれがベルジアンワッフルがあるんで、あ、ベルギーワッフルっていうのが名前があるんだなというふうにわかると。で、その後に続くのがプライスがあって、これも開始タグですね。で、終了タグがあって、この間になんかその、この場合はプライス、価格が書いてある。5.95 ドルと。5ドル95セントが書いてある。で、その後ですね、これディスクリプション。ちょっと出てましたね。ディスクリプションと書いてあって、これも開始タグですね。開始タグになってて、この、終了タグを行いますね。ディスクリプション。で、これが、その、まあ、説明ですね。このディスクリプションという開始タグと終了タグというものが挟まれているところに説明があると、two of our famous Belgian waffles with plenty of real maple syrup シラップですね。本物のメープルシロップをたくさん使った有名なベルギーワッフル2つですね。で、それで、まあ、カロリーっていう、次、開始タグと終了タグがその間に650と書いてあるということですね。650カロリーということでしょうね。で、その、終了タグ、フードの後には、まあ、別のまた、フードという開始タグがあって、まあ、この終了タグに対応して、また別のなんか項目が並んでいるという感じになっているわけです。で、この場合は、なんか、ストロベリーベルジアンワッフルズというのがあって、っていうのは、なんか、ここに説明があると。上と同じような構造を持って書かれるという感じですね。で、その下はまたフードがあって、ここはなんかその、ベリーベリーベリージャーワッフルズというのがあって、そこの中説明が入っていると。で、その後またフードがあって、終了タグを挟まれているところにはフレンチトーストの説明が書いてあるということになります。で、その後はまたフードという開始タグと終了タグの間に、ホームスタイルブレックファーストというもののなんか説明が書いてあると。あ、こんな感じですね。で、それがこの、その開始タグと終了タグにこう、囲まれて、構造化されているっていうのは重要ですね。で、まあ、このように書かれている。まあ、こういうのは文法というか、こう書かれ方を XM というのではします。で、このようなですね、データの保存形式というか、あるいはそのデータの記述形式というのはよく用いられたりしています。この XML というのは割と一般的に用いられている、言語です。でですね、こういうものはですね、この XML 文書と言われるんですけども、こういうものはですね、色付き義として表現すると、まあ、見やすいというか、わかりやすいとか、まあ、考えやすい、そういうことをすることがあります。で、ここに書かれているのは、グラフの意味での義です。でですね、これ、頂点に色がついているんですけども、ちょっと色に対する感度が低い方にはちょっとこれ見にくいかもしれませんけども、これ一番上、これブレックファースト。メニューを表していて、先ほどのそのブレックファーストメニューっていうその開始タグと終了タグがあったんですけども、その開始タグと終了タグの間の部分が、この木の、あ、この頂点の下側に並んでいると思ってください。それがこの下側に並んでいるのはそのブレックファーストメニューという開始タグと終了タグの間に挟まれているものの内容だと思ってください。で、その内容は、この赤い丸、これはですね、フードという開始タグと終了タグに対応する頂点なんですけども、それがなんか5つ並んでいて、で、その、それぞれの下には、4つの項目があると。4つの項目は、ネームと、プライスと、デスクリプションと、カロリーさという感じですね。それぞれ違う色をこう表しているんですけども、で、そういうのがなんか5つ並んでいるという感じですね。だから、初めのところはなんか、ベルジアンワッフルで、次のところが、ストロベリーワッフルとか、そんな感じですね。最後のところが、ホームメイドレクファーでしたっけ。
ちょっと思い出すために。ホームスタイルブレックファースト。そうですね。ホームスタイルブレックファースト。っていう風に表しているという感じですね。で、まあ、これはですね、その開始タグと終了タグが挟まれているところも、またその開始タグと終了タグので組になって、その組がですね、こう入れ子構造になっているっていうのが重要で、入れ子構造を表現するときには、こういう木を考えるのが、すごく有効です。で、これは後でちょっとちゃんと定義するんですけども、こういうふうにその、まあ、上から下にちょっとこ順番がついているような感じなので、こういうものをですね、まあ、熱切りと言ったりするんですけども、こういうものを使って、しかもですね、この頂点に色がついている。色は、色はこのラベルだと思っても構いません。この赤っていうのは、フードというラベルと、まあ、今同一視していると思ってください。で、そのような形で、この先ほどの XML 文章ですね、を、まあ、こういう、その、グラフだと思いましょうというふうに今考えているわけです。で、このような考え方は、他のデータ技術、例えばですね、XML じゃなくても、JSON と呼ばれるようなデータ技術とか、まあ、プログラミング言語、プログラミング言語もですと、なんか、カッコとかですね、まあ、インデントで、その、階層とか、入れ子構造を表現するということがありますから、まあ、そういう時に、こういう木で表現するということがよく行われます。はい。一方でですね、このデータ、先ほどのですね、そのメニュー、ブレックファーストメニューという、データにおいては、この順序は重要ではないっていうのが一つ重要で、ポイントです。何かというと、例えばですね、この一つの数度に対しては、その下にですね、その中に、ネーム、プライス、デスクリプション、カロリーズっていうのは並んでるんですけども、この4つの項目がどのように並んでいたとしても、まあ見やすい、見にくいっていう違いはあるにしても、本質的にどういうデータを含んでいるのかということは変わらないわけです。だから例えばその初めの、ベルギーワッフルに対しては、メニュー、プライス、デスクリプション、カロリーズの順で並んでいたとしても、他のものですね、ここはベリーベリーワッフルだとか、に対しては、同じですね。これ最後、ホームスタイルブレックファーストに対しては、これも同じですね。これ読みなくてもいいんですね。二つ目のこれですね。ストロベリー、ベルジアンワッフルに対しては、ネーム、カロリー、プライス、ディスクリプションの順番で並んでいたとしても、その欲しい4つの情報がそこに書かれているということは変わらないわけですね。だから、この順序は重要ではない。この、どのように、この、並んでいるのか。っていうのは重要ではないっていうのが、このデータにおいては特徴となっているわけです。まあ、その、こういうその木を書いたときには、まあ、そういうふうに、この順序は重要じゃないんだっていうふうに、このデータにおいては思いたいというわけですね。今、強調しているのは、このデータにおいてはそういうふうに思いたいと言っているので、それがですね、他のデータの記述であったり、プログラミング言語においては当てはまらないかもしれないです。例えば、プログラミング言語においては、その、いろんな、その、まあ、関数とかですね、括弧に囲まれた、部分というのが、その、順番に実行されていきますから、その順序を変えてしまうことによって、実行の内容が変わってしまうということもあるわけです。で、そういうときには、この順序が重要になるわけですね。ですけども、今考えているデータにおいては、重要ではないということが、まあ、ポイントになっていると思ってください。はい。でですね、こういうところで何をしたいかっていうと、例えば、こういう、その、データがあるとします。何かしらというか抽象的な話をしていると思ってください。でこのような三つ切りで表されているなんか XML 文章があると思ってください。で、この中で、こういう部分ですね。こういうふうになっている部分というのがありますかとか、あるいはそのあるんだったらどこにありますかってことを見つけたい。っていうのが、この木のパターンマッチングと言われているような問題です。ですね。で、これはどういうものかというと、その赤の下に紫とオレンジが。ありますというようなもの。これが、この大きな木の中に、のどこにありますかってことを聞いていると。だから、気分としてはどういうことを思ってほしいかっていうと、この大きな木ですね。これがまあデータベースですね。こっちはデータベース。で、データベースに対してこのパターンと言っているものが、問い合わせ。よくはクエリーと呼ばれるかもしれませんけども、まあ、クエリーと呼ばれるものです。ただ、このクエリー問い合わせに対して、このデータベースがこの答えるわけですけども、それは、この問い合わせにしているこのパターンがどこにありますかとか、それと答えたいというわけですね。で、例えば、じゃあこの場合はどこにありますかと聞かれたら、どこにあるというふうに答えるのかというと、例えば、まあ、ここですね。
ありますね。赤の下に紫とオレンジ。同じですね。ここにあるということになりますし、じゃあ他にはどこにありますかと聞かれたら、例えばですね、ここにもある。ここですね。赤の下に紫とオレンジがですね。先ほど言った通り、今はこの順序は重要ではないっていうふうに言ってるんで、今このパターンの方では、紫からオレンジに向かって、は、紫とオレンジは左、右と並んでるんだけども、今見つけた、このパターンにおいては、紫と、オレンジが右から左に並んでるっていうわけですね。でもこれも、同じものが見つかったというふうに、ここでは見なすってことにします。ですか？でしょうか？じゃあ他にどこにあるかと言われると、これまだあって、実はここにもあります。ここですね。だからこれはですね、また途中に、この水色が挟まっているように見えるんですけども、先ほど言った通り、順序は重要ではないので、だからここの部分っていうのは、その順序重要じゃないので、その赤の下に、なんだ、ピンクと、あ、紫とオレンジがあるっていう、事実は変わらないですね。このパターンと。だから、この今、黄色で囲っている、この部分も、見つけるべき部分として書かれているということになります。いいでしょうか。で、まあ、この場合は、この3つだけですね。うん、あ、ちなみに、まあ、言わせないか。この3つだけが、このマッチする部分になるわけです。で、こういうところがあるかどうかということを見つけたいということになります。でこういう問題を解きたいわけですね。で、こういうのは先ほど言ったように、こういう大きな、まあ、XML のデータベースから、に対して、こういう問い合わせをして、答えを導きたいと。どこにありますかとか、あるいは何だったらないってことを知りたい。というようなところで頻繁に発生する問題なわけです。で、こういうものをちゃんと解きたいというわけですね。あ、そうか。ちゃんと言う。で、今、ちゃんと言わなかったんですけども、ここの部分。この部分は、このパターンと一致しているわけではないってことを、強調しておきます。なんでかというと、あ、そうか、ここは重要なポイントなんですけども、グラフの同型性だけなんです。グラフの同型性っていう話を第1回でしたんですけども、今ですね、このパターンとこの青い部分っていうのは、グラフと見てみたときには色も込めて、同型なんです。色も込めて同型なんですけども、この赤の下に紫とオレンジがあるっていう構造はこの青いところにはないわけです。なぜかというと、赤と紫の関係で言うと、紫は赤の上にあるからですね。だから、この青いところは、この発見したいパターンと一致しているとは見なさないということになりますので、それは注意してください。ですか？だからですね、今、まあ、このように木を描いてるんだけど、その上下関係っていうのが非常に重要になっているというふうに思ってください。で、上下関係を考えるために、今後は、今この木はですね、ここに描いてるんですけども、上から下に、こう、向きがついてるんだと思います。だから、これは実は、この木と言っておきながら、これは有効グラフなんだというふうに思うわけです。で、そうすると、この有効グラフだと思うと、このパターンと、この、青いところっていうのは同型ではないということになりますね。だから、そういうふうにこう向きをつけて考えるっていうふうに今後はしていきます。で、それが今からする定義では出てきます。はい。今から行ったことは、今言ったようなその XML 文章を表すような色付き熱気儀というのをちゃんと定義するということです。で、その色付き熱気儀を用いて、解きたい木のパターンマッチングっていうのを定義します。で、何をしたいかというと、この木のパターンマッチングという問題を解きたいということをします。で、その時に、グラフのマッチングを利用します。特に2部グラフのマッチング、最大マッチングという考え方を利用します。それを利用して解いていくということになります。これが今からやっていくことの流れになります。いいですか？じゃあ、まず、色付き熱気儀を定義します。で、先ほど言った通り、熱気儀というのは有効理として、定義します。で、有効理っていうのは何なのかというと、それは、ま、ここにあるような図を、ま、思い浮かべていただければよくって、ある頂点があって、他の頂点、ま、V とするんですけども、そのある頂点が一つあって、
その頂点から他の頂点に向かっていく有効行動っていうのが、ただ一つ存在する。どの頂点に対してですね。どの部位を選んでも、どの部位を選んでも、その一つ、初めに選んだ頂点からそこへ向かっていく有効行動が、ただ一つ存在する。っていうようなグラフのことを有効図ということになります。ですか。だから、まあ、基本的には、この図にあるような、こういう有効グラフを思い浮かべてほしいというわけです。で、その時に、ですね、なんだっけ。この、あ、そうか。だから、こういうグラフがですね、どういう構造を持っているのかというと、一つの頂点は、あ、そうか。だから、いろいろと言わなくていいです。まず、この、有効グラフの向きを無視すると、このグラフが、t になってます。向きを無視すると、向きを無視すると t になってます。で、一つの頂点を見ると、その維持数ですね、入ってくるこの数が0になってます。維持数が、ね、で、他の頂点を見ると、ちょっと色変えていくと、他の頂点ですね。他の頂点。これ全部、どれでもですけども、他の頂点を見ると、他の頂点の維持数はどれも1になってます。1になってます。で、これによって、で、その、維持数が0だった頂点から、他の頂点に向かっていく有効度っていうのは、ただ一つしかないってことが、言えます。これは、確認できますので、確認してみてください。でですね、この次数0の頂点、この、あ、はじめに書いたある頂点と言ってるもの、これのことを、ねですね。ちょっと止まっちゃいましたけども、この有効義のねということになります。はい。で、有効義のことを外交義ということになります。外交義っていうのは、この向きがですね、その、このねと言われているのから、その外向きに向かっていってるから、ということなんですけども、だから、まあ、外交義という言葉があれば、内交義ということも実はあるんだけど、ですけども、今後使っていかないので、それは、これ以上言わないことにします。はい。で、この有効義というのが、今後、考えていく対象になるというわけです。で、先ほどのその XML 文章を、熱気につまり有効義として、表したときには、頂点に色がついていたわけです。で、その色っていうのはどういうことだと思うのかっていうと、色っていうのは写像で表せます。色の集合っていうのがあったときに、まあ、これ今 L としてますけども、各頂点に対してその色を割り当てる写像として表せます。今、これは、まあ、これ、無効グラフ書いてますけども、まあ、有効グラフも同じで、この場合は今、6個の頂点があって、ちょっと色を一応、イエローとピンク、ブルーっていう風に、文字でも書いて、ちょっと色に対する感覚が鋭敏じゃない人に対しても分かりやすいようにしたつもりだったんですけども、この場合は何かというと、この C っていうのがその写像で、あ、その前にまず L という色の集合は、このピンクとイエローとブルーであって、この色の割り当て、この C っていうのは、例えばその1という頂点に対しては Y、イエローと、4という頂点に対しては P、これピンクという感じの、モデル化というか、定義ができます。だから色の割り当てっていうのはこういう写像なんだというふうに思ってくださいということです。で、そうすると、その色付きのグラフっていうのが、そのグラフとその色の割り当ての組として、表せます。今ここにですね、G1 と C1 がカッコでくくられてるんですけども、それは G1 というグラフの頂点の色、頂点に C1 という色の割り当てがくっついてると。いうふうに思ってください。で、そういうものが2つあると、G1C1 っていうのと G2C1 っていうのがあったときに、色付き同型写像っていうのを提起します。普通の同型写像のときには、この色がなかったわけですね。C1 とか C2 なかったわけです。で、今、色があるので、色付き同型写像っていうのを提起します。で、これは簡単に言うと、色を保存するような同型写像です。簡単に言うと、これは、一言で言うと、色を保存する同型写像です。だからこれはまずそもそも同型写像です。
どういうことかというと、だからこれ同義波動なんで、頂点集合から頂点集合への全感謝です。ファイです。で、このファイは G1 から G2 の同義波動だ。まずだから、これが一つ目の条件で、で、この一つ目の条件では、色は全く出てこないわけです。出てきていないわけです。で、色が出てくるのは、この二つ目の条件っていうのは何かというと、それが、この色の保存と言ってるもので、任意の頂点ですね。V1 の頂点、V に対して、V の G1 における色は、その V が対応する頂点の G における色に等しいということですね。それが、この等式です。で、今、下に例があります。これは、色付き同型写像、G1 から G2 への色付き同型写像があるという例です。ですね。で、それ例はここに、その色付き同型写像の例を書いておきます。で、何が何に写ってるかというと、1が B に写っていて、1が B に写って、2が E に写って、2が E に写って、3が C に写って、4が A に写って、5が B に写ってます。わかりますかね？なんか、わかんない気がしてるので、ちょっともう少し書くと。ですね、今、気分としては、この、1、2、3、4、5っていうのを今、一周してるんですけども、左側はね、この一周の仕方っていうのが、今、青、黄色、黄色、ピンク、ピンク、なってるわけです。で、同じように、この青、黄色、黄色、ピンク、ピンクっていう形で、この右側のグラフ、動けるかっていうところで動けるんですね。青から B から始まって、青、黄色、黄色、ピンク、ピンク。このですね。で、そうすると、ちゃんと、同型だな。色も含めて同型だということが分かるということですね。だからこの場合、G1、G2 っていうのは色も含めて同型、色付き同型。というふうに言ったり、このような写像、ファイのことを色付き同型写像と言います。ということになります。で、そうすると、今、ですね、考えたい。グラフのパターンマッチング。定義すると、グラフのパターンマッチングっていうのは、色付きのグラフ、G と H。その色が CG、CH とあるとしたときに、何をするかっていうと、H の部分グラフで、その H の部分グラフ、H プライムで、G から H プライムへの色付き同型写像を持つのを見つける問題です。例えばこの場合、G っていうのがあって、これ今、赤と青とグレーへ、頂点の色がついてるんですけども、それがこの H の中にありますかと。H の部分グラフで、この G と色付き同型なものありますかというふうに聞いてたわけです。で、この場合、ありまして、例えばですね、ここにありますというふうに見つかるわけですね。で、これがグラフのパターンマッチングという問題になります。で、今から解きたいのは、このグラフが有効にの場合になるわけです。でですね、今ここでその、見つける、この部分グラフ H プライムを見つける問題というふうに言ってるんですけども、見つけるというときには、一つ見つけるっていう、どこでもいいから一つ見つけるっていう意味もありますし、全部見つけるってことを意味する場合もあります。で、一つ見つけるって言ってるときには、あれば見つけるし、なかったらないというふうに答えてくれると。全部見つけるっていうのも、全部過不足なく見つけるし、ない場合にはないというふうに教えてくれるということがポイントになります。はい。で、解きたい問題は、色付き有効比のパターンマッチングです。以下、グラフのパターンマッチングの次の問題を考えます。何かというと、G と H は有効比。G と H は有効比。で、H の部分グラフ。H プライムで、G から H プライムへの色付き同型写像を持つものを一つ見つける。という場合を考えます。で、これを解きたいということですね。どう解きますかって。皆さん、こういう問題、解かなくちゃいけないっていうふうに言われて、いろんな解き方考えるかもしれないんですけども、そうか、だから、一つ重要なこと言ってなかったの、重要なこと言っとくと、この色付き同型写像を考えているので、だからこの場合は、どこになるのかな、この場合、例が出る、ありましたね、ここですね。ここに H プライムっていうのがあるんですけども、先ほど言った通り、この並び順ですね。子供の並び順、子供ってない。下にあるものの並び順っていうのは重要じゃないっていうのがポイントです。また先ほどどういうことだったかっていうと、この青の頂点 G にありますけども、その下に黄色と赤が左から右にこう並んでますけども、この見つかったこのパターンじゃなくて、場所においては、その黄色と赤が、右から左に並んでるっていうふうに、その並び方は変わってるわけですね。
で、それはどういう並び方になっていても良いというのが重要で、それがその色付き同型写像という定義の中でも分かると。そういうその順番考えていないんだってことが、この色付き同型写像の定義にも含まれているというか、順番考えないように同型写像っていうのを定義しているということになります。はい。今からやるのは、じゃあこういう部分をどのように見つけるのかってことをグラフのマッチングを使って解きますということをやります。いいですか？これをやっていきます。でですね、考え方を、まず、見るんですけども、この G っていうグラフが、この H のどこかの部分グラフの、と、部分グラフと、色付き同型であるとするんだったら、この G の根ですね。G の根っていうのは、この H の中の、この H においては、G の根と同じ色の頂点に移されることになります。色付き同型だからですね。で、そういうような、候補っていうのは、この場合、1、2、3、4、5、6、7、8、9と。9個しかないわけですね。だから、その部分だけ、見ればよいってことは、よく初めにわかります。ですか。で、じゃあ、例えば、じゃ今、この G の根が、この H の根、一番上の頂点に、対応させられる場合を考えましょうと考えます。ですね。で、そうしたら何が行わなきゃいけないかっていうと、その、下にある、この G の黄色と赤の頂点っていうのは、この H の、この今対応、H において G の根を対応させた頂点のすぐ下にある頂点に、この G におけるその根のすぐ下にある頂点は対応しなくちゃいけないということになります。ですか。そうすると何が起こるのかっていうと、今その下の部分っていうのをこのピンク、青、オレンジ、緑で書いてるんですけども、そのうまい対応っていうのを見つけないといけないんですね。で、何を言ってるかっていうと、この、ピンクの部分の一番上の頂点っていうのは、これは黄色になってます。黄色になってます。で、そうすると、このピンクの部分が、オレンジの部分と、紫、緑の部分にうまく当てはまるのはどういう時かっていうと、このピンクの一番上の頂点が、このオレンジの一番上の頂点や、緑の一番上の頂点と同じ色を持ってないといけないわけです。うまくその対応するには。で、その対応するかどうかってことを、この下にグラフで表します。で、どうグラフで表すのかっていうと、今、ピンクの一番上の頂点と、黄色、あと、オレンジの一番上の頂点の色が同じなので、そこは一致させられる可能性があるんですね。このピンクと、オレンジを一致させる可能性がある。ので、この辺を引きます。おそちゃんというと、ここに書いてある通りにやるんですけど、何かっていうと、このピンクとオレンジの辺が引かれるのはいつかっていうと、オレンジの部分グラフ H2 プライムで次を満たすものが存在する場合、で何かっていうと、このオレンジの部分の根が、この考えている部分グラフの、根であり、なおかつ、このピンクの部分から H プライムへの同型、色付き同型像が存在。これはプライムのところ、2プライムですね。すみません。間違ってるんだと思います。2プライムですね。への色付き同型像が存在する。この場合は、このピンクの部分、いくつか焦点ないので、で、確かに、このピンクからオレンジの部分グラフへ、に対して、ここに書かれている H2 プライムが存在するので、この辺を引くということになります。で、同じルールで、このピンクから緑、ブルーからオレンジ、ブルーから緑に対しても辺を引くことをするんですけども、で、その場合にはここに、書いた条件が満たされないので、辺を引かないということになります。だからこの場合は、ポテンシャルとしては、ポテンシャルというと、可能な辺を全部書くと、こういうその4つの辺が引かれる可能性があるんですね。可能性があるんだけども、このうちの3つは実際引かれなくて、1個だけの辺が引かれるようなグラフというのがこの場合できます。で、これは、左側がこれ G の部分に対応する。で、右側が H の部分に対応するような2部グラフになっていて、何をしたいかというと、うまく、この、下のですね、グラフにおいて、
G の頂点をすべて飽和するようなマッチングがあれば、全体として、この一番上の G の頂点を一番上の H の頂点に対応させるような色付き同型作動が存在するということが言えるわけです。それはここの定義からわかります。だけども、この場合、この G の側の2つの頂点を飽和させるようなマッチングがないので、それできませんということになります。じゃあ別の例を見てみましょう。例えばですね、今この一番上の G の一番上の頂点を H のこの頂点に対応させることにするとします。するとします。そうするとですね、またこのピンクと青、オレンジと緑、っていう部分を取ってきて、グラフを作ろうとするんですけども、今度は何かというと、このピンクの部分は、この緑のところと、マッチします。マッチするっていうのは何かというと、ピンクの部分は、黄色のところと、根を同じにするような、色付き動画作動を持っています。から、ピンクとオレンジ、緑は、辺で結ばれると。で、この青い部分っていうのは、このオレンジの中に根を同じにするような、部分っていうのを持ってます。ここですね。ここを持ってます。だから、この青とオレンジ、辺で結びます。で、そうすると、この2部グラフですね。2部グラフは、この G の側の頂点をすべて飽和するようなマッチングを持っています。マッチングを持っています。それは何を意味するかっていうと、つまり、この全体として、なかった。この全体として、なんだろう。この青の部分は、青の部分は、このオレンジのところに、マッチして、このピンクのところは緑の部分にマッチして、上の部分の部分にマッチして、全体がマッチすると。という形で、この欲しかった、この G の形と同じ部分、G と同型の部分っていうのが見つかりましたということになるわけです。つまり、まあ、このような2部グラフを作って、その最大マッチング、あるいはマッチング、都合の良いマッチングを見つけてあげれば、それがあるかないかによって、こういうふうに、そのパターンが見つかるかどうかっていうことがわかるということになるわけですね。はい。じゃあ、ちょっと有効理のパタマッチング、一般論を考えています。今これ G で、この根の部分の色がなんかあるわけです。で、その根と同じ色の部分っていうのをちょっと見つけていきましょう。で、その、まあ、この部分グラフがあるんですけども、部分グラフってのは、その下側だけかな、部分グラフですね。で、G と行ってるんですけど、例えばこの根の下側にこう G1、G2、G3 っていうふうになんか3つの部分があったとしたら、その3つの部分に対応するように G 側の頂点を作ります。ですね。H プライムの方も、今この H プライムの、根の下に、こう5個、こういうなんか部分があったら、で、それも H1 プライムから H5 プライム、違うかな、H プライム1から H プライム5まで。あって、それらをこう一個ずつ頂点として並べようとします。で、2部グラフを作ります。で、どういうふうに作っていくかっていうと、例えば今ここの G1 と H2 プライムの間に辺があるのはいつかというと、これは H2 プライムの分グラフ H2 プライムで次を満たすものがある。で、どういう条件かっていうと、まず、H2 プライムの根は H2 プライムの根と等しいと。で、なおかつ、G と、G1 とか、G1 と H2 プライムは色付き同型。ということですね。で、そういう時に、こういう辺を引くという形で、こう2部グラフを作ります。で、何をするかっていうと、この2部グラフの最大マッチングを見つけます。で、この場合はこんな感じで見つかると。で、そうすると、何が言えるかっていうと、G1 は H プライム4の部分とマッチして、こんな感じでするのが G1 が H プライム4の中に見つかるわけです。しかも、この根を共有しながら見つかります。で、G2 は H1 プライムの部分に移ります。ここですね。で、しかもこの根を共有状態から見つかります。G3 と H5 プライムが、まあマッチしているので、G3 は H5 プライムの中に見つかって、しかもこの根を共有する形に見つかっていると。そうすると、この、その、もともとこの G の形ですね。
ジーの話で言うのは、この H プライムのところにこう見つかると。いうことになるわけです。ですか。で、何が問題かというと、あ、で、これがその、やりたいことなんですけども、何が問題かというと、このグラフを作るためには、先ほどの条件を満たすかどうかってことを確認する必要があるわけです。これですね。これする必要があるわけです。で、これをするためには、何が分かってないといけないかっていうと、結局、この G1 と H プライム2っていうのが、マッチするかどうかってことを知ってる必要があります。で、それは今解こうとしている問題と全く同じ問題なわけです。で、今解きたい問題を解くために、解きたい、木のパターンマッチングの問題です。木のパターンマッチングの問題を解くために、そのサブルーチンとして、木のパターンマッチングの問題を解く必要があるわけです。で、これは、まあ、堂々巡ったからうまくいかないかなというふうに思うわけですね。だけども、重要なポイントがあって何かというと、今は G から H へのパターンマッチングを最終的には解きたいんだけども、解かなくちゃいけない、今のこの部分問題っていうのは、G1 から H プライム2とか、G2 から H プライム1とかっていうふうなところへの色付き同型作動とかパターンマッチングをするような問題なので、それは元々のグラフよりも頂点数が小さい問題なわけです。だからですね、これは再起で解きます。ですね。で、特に、まあ、今からまあ再起でやっていくんですけども、再起のやり方っていうのは、この小さな木ですね、頂点数が小さな木から順番にやっていくっていう、形になって、まあ、こういうの動的計画法とかって言ったりするんですけども、まあ、動的計画法っていう言葉はちょっと置いといて、表を埋める形でこの再起っていうのを効率よく解くことができます。それを今からやっていきます。どうやってやるか。今じゃ例として、この2つの場合を考えて、2つの場合というか、この G とこの H で、今色が2色しかない。ピンクと青しかないと思ってください。で、まず何をするかというと、で、これ、頂点の、名前つけてます。1、2、3、4とこっち、A から I まで。7つ入れます。で、頂点数の小さいところからやっていくってことをやるために何をするかっていうと、まずですね、ですね、ちょっとね、方向順に頂点を並べるってことをします。で、方向順っていうのは皆さんご存知ないというふうに、あんまり、仮定したくないんですけども、これは、アルゴリズムの第一でやっているということを私は想定しているんですけども、してない場合のことを、のことを言うと、ですね、この2からですね、2から順番にこの木をたどっていきます。で、まあ、どうたどっていくかっていうと、まあ、この、まあ、左から順番なんかこんな感じですね。まあ、こういうの、なんだっけ、不可生先端策と。というんですけども、で、この時に、不可生先端策で訪れた順に従って頂点を並べるということをします。で、高校順に並べるときにはどのように並べるかっていうと、その頂点を訪れて、その頂点から上に上がったときに、なんだろう、上に上がった順番に、頂点を並べていくということをします。で、それをもう一回やるとどういうことになるかっていうと、今1からスタートして、2に行って2から上がります。で、2から上がったら、その時に1と書きます。ですか。で、次に、まあ、1に戻って3に行って4に行って4から上がります。で、上がったら4を書くと。で、次3から上がるので3を書く。最後1に戻ってきて、まあ、上がりようないんだけども、最後はまあ1をつけるということにします。で、これがこの G の頂点を方向順に並べたもの、ちょっと書けばいいかな、並べたものになります。並べたものになります。で、同じことを H でもやります。A、B、C、A、B、E と言って E が上がったから、まず E を書くと。
次 F に行って F から上がったから F が次 B から上がったから B が次 C に行って G に行って G から上がったから G が次 C から上がったから C が次 D に行って H に行って H から上がったら H が次 I に行って I から上がったから I が D から上がったから G が最後 A と。これがその H の頂点を高校順に並べたものです。で、高校順に並べると何がいいかっていうと、例えば、この、どうしようかな。この、まあ、D っていう頂点を見てみると、D っていう頂点ですね。D よりも下にある頂点っていうのは必ず、この高校順においては、D よりも必ず左側にあります。必ず左側にあります。っていうことが、保証されます。まあ、なんでかっていうのは、アルゴリズムの第一とかでやってほしいんですけども、まあ、そういうことになっています。で、この順番を使います。で、この順番に今なりました。これ G の方を2431。H の方は EFBGCHIDA ですね。というふうに並びます。で、何をするかというと、ここの、これ今、これ表を作ってですね、これ今後これ T って呼んでいくんですけども、この表のことテーブルだから T って呼んでいくんだけども、このですね、表に丸か×かを埋めていきます。で、いつ丸を埋めるのかというと、例えばですね、この3と C のところ。これは何をするかというと、この3を根とする、根とするこの部分ですね。と C を根とする部分を埋めます。で、この、3を根とする G の部分が H を根とする、あ、H の上で C を根とする部分にマッチするかってことを、丸か×で書いていきます。マッチするっていうのは、この H の部分の部分グラフで、根を C と同じとして、それが G と、のこの部分と同型であるものがあるかないかってことを丸バツで書いていきます。だからこの場合はバツなんだけども、ここはね。バツなんだけども、それを一個ずつ書いていきます。で、例えば、こう2と E ですね。2と E とか。こうなるかっていうと、2は E に、これマッチしないから、これバツと。じゃあ同じように、2は F とマッチするって、これはマッチするわけですね。同じ色だから。マッチするって感じで順番にやっていきます。こんな感じになります。ですね。だからこの場合は、2と色が同じところは全部マッチしているということになります。で、次は4に対してやります。で、この行を見ると。で、まあ、言い方は同じです。で、次は、この3の行ですね。やるんだけど、この時は、さっき言った通り、この3を根とする、この部分がマッチするかどうかということを考えます。ですね。で、そうすると、E とはマッチしないわけです。なんでかっていうと、E のところ、E を根とするこの H の部分っていうのは頂点1個しかないんだけども、もともとこのクエリーの方は頂点2個あるから、これマッチしません。だから E から I まではずっとマッチしないんだけども、まだ、だから E と F がマッチしません。じゃあ B のところ、これマッチするかどうかということを考えると、この根の色が違うので、ここはマッチしません。マッチしません。あ、ここバツです。じゃあ、だから C の、この3と C のところ、じゃなくて次 G か。3と C のところもマッチしません。C もちろん G もマッチ。あ、ここバツバツ。きます。で、次、H のところが来ますけども、H のところも I のところも、これは、頂点値1だからマッチしないということになります。次ですね、D のところ、3と D。これはだから3を根とする部分と、その D を根とする部分を比べるんですけども、ここでマッチングの話が出てきます。何かというと、この3と D の色はまず同じですから、この3の下の部分と D の下の部分がマッチするかということを考える必要があるわけです。で、ここで再帰が出てくるわけです。で、作るべき二分グラフってどういうことなのかっていうと、これですね。G の方の4が片側の頂点になって、H の側の D のすぐ下の H と I が右側の頂点になるような二分グラフを考えるわけです。で、どのように、辺が引かれるかっていうと、この4と H がマッチするか、4と I がマッチするかってことを考えるわけです。で、それは実はこの表において、4と H の部分、4と I に対応する部分、これ見ればわかります。それがその再帰で前もって計算されていたところなんですね。で、この場合は4と H のところは×で、4と I のところは丸なので、4と I のところに辺を引きます。ですか。で、そうすると、4と I がマッチできるので、つまり何なのかっていうと、3の部分と D の部分っていうのは、これがマッチできるということになります。
実際この3を D にマッチさせて、4を I にマッチさせれば、打つせば、ちゃんとマッチすると。いうことになると。だから、この3と D のところ、ここは丸を書きます。ですか？で、同じようにやると、3と A のところ、これは、3を目とするところと、A を目とするところ、ここをマッチさせようとするので、で、3と A の色同じですから、その下の4の部分と、B の部分、C の部分、D の部分のどこがマッチすると考えるわけです。で、そうすると2部グラフとしては、こうですね、片方が4で、片方が4で、もう片方が B、C、D となっていて、4は B と C にマッチするから、こうなっていると。それはこの丸の部分が書いているところですね。4と2はマッチしないわけですから。で、こうすると、この2部グラフにおいて、最大マッチングを取ると、ちゃんと4を交差するようなマッチングを取れますから、丸ということになります。ですか。つまり、3のところを A に移して、4を B に移すような、部分、この部分と、3、4の部分と同型作動が存在すると。色付き同型作動が存在すると。わかるわけです。じゃあ次はですね、この1のところをやっていくんですけども、1のところは、ですね、頂点数が4なので、そもそもこの見ている部分の頂点数が4に満たないところは全部×になります。その頂点数4の部分取れませんから、×になります。だからその最後残ってるのが A の部分だけで、そうすると、まず1と A の色は同じなので、この部分を見ることになるわけですね。この2つの部分と3つの部分。だからそれに対して2グラフを作ります。こんな感じですね。左側が2、3で、右側が B、C、D となるわけです。で、その対応するこの表のエントリーを見ると、丸×決まってますから、こんな感じで2グラフ作れます。ですか？で、この2部グラフの、最大マッチングを見つけるのはまだあれです。見つけるとどんな感じになってるかっていうと、例えば、2B と 3D ってこの辺を選ぶと、これ最大マッチングで、これによって2も3も飽和されてますから、つまり、色付き同型作動存在すると。で、どんな感じで存在するかっていうと、1は A に対応させて、2は B に対応させて、3は D に対応させるんだけども、そうすると、この3が D に対応させるっていうことは、4の対応も決まります。なんでかっていうと、3が D に対応するっていうのは、ここ今丸になってるんだけども、この丸はどこから来たかっていうと、4が I と対応するっていうところから来てるからです。だから、それが読み取れて、ちゃんとこの A、D、B、I に対応するところが、この G と色付き同型になるということが、ここで判定されるわけです。で、丸になります。で、最終的にもうどこを見なくちゃいけないかっていうと、この1ですね。1に対応する行。1っていうのはこの G の根に対応するところですね。G の根に対応するところに丸があれば、それはその丸に対応するような場所が H の中にあって、そこが欲しかった部分になると。もしこの1に対応する行が全て×だったら、この G っていうのはどこにも対応することはなくって、パターンマッチ、そのパターンとマッチする場所はありませんよという結論になります。よろしいでしょうか。一応、アルゴリズムっぽく書くと次のようになりますけれども、ちょっとこれは、細かい話なので、各自見ていただくことにして、先ほどのような流れで、キルパターンマッチングができましたし、その中で2部グラフの最大マッチングという考え方を使っているということが重要です。はい。このアルゴリズムっていうのは、本質的にこのマトゥーダの論文に書かれているもので、まあ、この論文には、エドモンズの同様なアルゴリズムの発見さが書いてあります。で、まあ、一応計算量としては、まあ、これですね、G の頂点数の2分の3乗かける H の頂点数とかって話で、まあ、できるっていうことは、細かく計算するとわかります。はい。で、これが一つ目のモデル化の話になりました。だいぶ時間を使ってしまいましたね。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、二つ目の話をしていきます。二つ目の話は、ドナー交換人色の話です。人色っていうのは、ドナーからレシピエントに腎臓を移し植える医療行為のことです。だから、このレシピエントって人は、まあ、腎臓病を患っているわけですね。で、腎臓病を患っていて、腎臓を欲しいと思っているわけです。だから、受給者というわけですね。で、ドナーっていうのは、その腎臓を提供する人のことです。だから、まあ、ドナーからレシピエントに対して腎臓が、移されるということになります。で、ドナーとなれる人は、まあ、二種類あって、一つは、まあ、この生体人色という、その生きている人
の腎臓をレシピエントに移すという場合と、まあ、非対腎食、あるいは腱腎食と言われるものがあって、これは、亡くなった方の腎臓を、レシピエントに移すという形のものです。だから日本だと、脳死とですね、あと、心停止ですね、の場合だと思うんですけども、その場合にはこの腱腎食が行われることがあります。で、生体腎食の場合はですね、例えばこの腎臓病を患っている人の、まあ、肉親であるとか、まあ、近い人とかですね、が、このドナーになるというふうに、まあ、申し出て、そのような、腎食が行われるということがあったりします。で、重要な前提がありまして、だから、生きてる人から腎臓を移すと、その生きてる人の腎臓が減るわけですけども、実は腎臓っていうのはですね、生きてる人には普通2つあります。で、まあ、片方がちゃんと機能していれば、その生命の恒常性は維持できるということになっているので、まあ、そういう意味では、まあ、2つ持っている人は、まあ、1つ失っても、まあ、今良いと言ってはいけないんだけども、まあ、その1つを移すことができるということになります。もう1つ重要なのはですね、この腎食に金銭の授受を伴ってはいけないということですね。だから、普通なんかこの物をやり取りするっていう時には金銭が改善することが多いんですけども、やっぱりこの内臓とかですね、腎臓とかそういうものを、やり取りするときに、この金銭の授受が伴うっていうのは非常に良くないと。まあ、その人身売買のようなことになってしまうということは避けたいわけですね。だから、それは考えないということが重要なポイントです。で、ですね、そういうことがあるんだけども、その生体腎食における問題っていうのは何かというと、ドナーとレシピエントの型が合わないと移植が難しいってことがあります。型っていうのはいろんなことがあって、まあ、その血液型が、まあ、同じでなくてもいいんだけども、その移せる血液型のパターンっていうのは決まっていたり、あとですね、抗体の、反応の話もあるって、まあ、いろんな条件が揃わないと、実際そのドナーとして、この腎臓を欲しがっているレシピエントの人も、例えば肉親の人はですね、ドナーとなりたいと言っても、そのドナーの人とレシピエントの人の間で実際移植できない場合もあるかもしれないです。で、まあ、移植できる場合、その型が合っている場合には、まあ、そのまま、こうですね、移してあげれば、まあ、良いということになるわけです。で、そうじゃないと、うまくこの生体腎臓ってこうできないということになるわけですね。その時にですね、ちょっと面白いというか、次のような概念が提案されました。それは何かというと、それがここで話したいドナー交換腎食です。何かというと、ドナーとレシピエントを交換して腎食を行うということです。今、このドナーとレシピエントの方が不一致であるとします。で、そういうペアがもう一組あるんだけども、実はその別の国同士では型が一致してる、移してもいいですよっていうふうになっている。その場合には、その、ドナーとレシピエントの関係を交換して腎食をしてしまいましょう。で、そうすると、このレシピエントの人たちは、まあ、助かるというか、腎臓を得ることができるわけです。だから、それは、一つのこのドナーとレシピエントのペアを見ているだけではできないんだけども、そういう、たくさんですね、そのドナーとレシピエントのペアがいて、その中でこういうふうにですね、交換できるところがあれば、そこでしてしまうと、腎臓病で困っている人を助けることが、より助けることができるんじゃないって考え方が出てきたわけです。いいですか？で、こういうことを行おうとすると、データベースが必要になるわけです。そのドナーとレシピエントのペアで、腎臓移植を待っている人の、まあ、データベース、そういう、まあ、プールですね、が必要になります。それで、そういうプールがあると、その中でうまく組み合わせを探して、こういう腎臓移植っていうのを実現するということができるようになるかもしれないです。で、実際ですね、そういうプログラムが動いている国があります。で、そういう国では、そのドナーとレシピエントの国ですね、ペアっていうのを多く登録したプールをまず作ります。だから登録してもらうわけです、たくさん。で、まあ、こんな感じにその中ではなっていると思ってください。で、まあ、これを見るとなんかグラフに読めるわけですね。で、これはどういうふうにまず見るのかというと、この一つの四角の中に D と R がいて、D がドナー、R がレシピエントです。で、型が一致しているところに線が入っています。型が一致しているドナーとレシピエントの間に線が入っています。例えばこの D6 と R5 の線が引いてあるんですけど、これはR5 というレシピエントと D6 というドナーは型があっていて、D6 から R5 に腎臓を移すことができると。
ということですね。で、そうすると先ほどのような、ドナー交換人食ですね。ができるのはどういうところかっていうと、こういうところですね。こういうところですね。その、ドナーとレシピエントの組が、組同士で、その、型の適合を持っているところ。ここはそういう、なんだろう。ドナー交換人食できるわけです。で、そうするとですね、今この図を見てみると、この R4D4D5R5 ってこの部分は、そういうことができると分かっています。これ同時にですね、R2D2 と D5R5 ってここも、ドナーリス、ドナー交換人食できる形になっているわけです。ですか。で、そうすると、どのように、うまくこのドナーレシピエントの組を組にするのかってことを考える必要があるわけです。で、その時に最大マッチングが使います。で、どうするかっていうと、このような、まあ、登録されているデータからグラフを作ります。こんな感じで。で、これどういうグラフかというと、一つ一つの頂点がこのペアを表します。1っていうのはこの THR1 のペアを表します。で、点が引いてるのはどこかっていうと、それはこの2つのペアの間で先ほどのような交換人食ができるところに点が引いてると思ってください。で、そうすると先ほど言った通り、この D5R5 っていうペアは2番のところと4番のところとも、まあ、交換できるんだけども、で、ここで考えたいのはどこと交換しますかってことですね。で、そのためにはこのグラフの最大マッチングを考えればいい。例えばこの場合は1345っていう最大マッチングを取れます。で、そうしたらそれに対応させて、D1R1 と D3R3 の間でドナー交換人食できますし、R4D4 と D5R5 の間でドナー交換人食できますということになるわけです。おめでとうございます。ということですね。で、こんな形で、まあ、その最大マッチにすることによって、このまあその、まあ、たくさん組が登録されてるんですけども、その中からまあ効率よく、こういうその、どこでど、ドナー交換人食をすると良いのかっていうことを、この最大マッチによって弾き出してくれるということになるわけです。いいでしょうか。それでですね、今このドナー交換人食っていうのを考えたんですけども、もっとすごいことできるかもしれないっていうふうに人々は思ったわけです。で、何かというとですね、こんな形の人食も可能かもしれない。今これ同じデータです。で、何かというと、これは1番のドナーさんは2番のレシピエントに腎臓を移して、で、その代わりに、その2番のドナーは3番のレシピエントに腎臓を移して、その代わりに3番のドナーは1番のドナーに、あ、じゃあ、レシピエントに腎臓を移す。で、そうすると、1、2、3のレシピエントは全員その腎臓を受け取ることができる。ということになるわけです。だから先ほどは2ペアの間に交換してたんだけども、それをこういう3ペアの間の交換って形に、もうこうできるわけですね。まあ、これまあドミノ型腎食。読んでみるかもしれませんけども。そうすると、先ほどはペアだけだと、4組しか、その4組っていうか、4人のレシピエントに腎臓を移すということしかできなかったんだけども、このようなそのドミノ的なですね、移植を行うと、この場合には5個ですね、5人のレシピエントの人に、腎臓を移すことができるということになるわけです。で、これは、その、腎臓をもらえる人を増やしてくれるので、まあ、嬉しいわけですね。で、じゃあ、こういうこと、こういうような腎食、見つけるにはどうしたらいいかっていうと、これも実はマッチングでできます。で、どうするかっていうと、こんなようなグラフを作ります。これはですね、基本的に、このグラフ、そのまま書いてます。そのまま書いてますけども、その中に、この横ですね、あ、そうか、まず、この左側にこのドナーを集めています。で、右側にレシピエントを集めています。で、この斜めの線っていうのは、例えばこの D4R5 っていう、この線は、この D4 と R5 を結んでいるこの線ですね。これに対応しているということになります。で、横についている線っていうのは、もともとこのグラフには書いてない線ですけども、このグラフを突くときには付け加えます。付け加えます。で、何をするかというと、こういうグラフを作ったら、このグラフですね。このグラフにおける最大マッチングというか、これか、この場合、完全マッチングがあるんです。もう完全マッチングを見つけます。
そんな感じ。で、完全マッチングの中でも、さらに、この横向きのですね、横向きの、この新たに付け加えた、この平行な辺をできる限り使わないものを見つけることにします。ですか。で、そうすると、今、まあ、この D6、R6、D7、R7 っていうところは、この平行な、辺を使ってしまっているんだけども、他の部分っていうのは、それは、まあ、使ってなくて、このまあ、その、まあ、斜めの辺だけでできています。で、この斜めの辺っていうのは、実は、元のグラフの辺に対応していて、それはですね、このドナーからレシピエントに、腎臓を移すっていう、この矢印に対応するわけです。どれも。ですか。で、それはですね、この D1、から D5、R1 から R5 の中に全てのこの青い辺が収まってますから、それはですね、この矢印をたどっていくと必ず経路になります。経路に分解されます。こんな感じで。ここは長さ2の経路。ここは長さ3の経路。って感じで分解されます。で、そうすると、ドミノ型の人色というのが、このグラフの最大マッチングから分かるということになるわけです。今言ったのはちょっと嘘があって、何が嘘かっていうと、この、あれですね。平行な辺はあまり使わないというのが重要で、それが重要なんですね。で、そのためにはですね、この平行の辺をあまり選ばないような最大マッチングというか最大重いマッチングっていうのを見つけなくて、最大マッチングを見つけなくちゃいけないっていう形になって、で、それを実現するためにはですね、この辺にですね、重みをつけるってことであります。重みをつける。どういうことかっていうと、この斜めの辺には、大きな重みをつけて、この平行な辺には、小さな重みをつけます。例えば、重みとして、小さな方だから0とかね、大きな方。あ、これ多分1でいいと思うんですけども、1とか。あ、1と0。大きいって言ってあまり思いませんけども、まあ、この場合1と0で十分で。っていうふうな重みをつけます。で、そうすると、この平行な小さな重みの辺は選ばれにくくなります。で、それによって、まあ、こういうような、ドミノ型人色を、この2部グラフの最大重みマッチングから見つけられるということになります。で、次にあるのは、この、じゃあ最大重みマッチングっていうのは実際どういうふうに定義するのかということだと思うんですけども、あ、違いますね。その前に、別の、もので、そうか。これが最大重みマッチングなのかと言われると、実際そうではなくて、この場合は、こういうものが最大重みマッチングになって、こうすると何かっていうと、これは平行な辺一つも選ばれてませんから、この7組全部を回るようなドミノ型人色っていうのができると。あ、今の言い方はいきませんね。すべてのペアが、移植にかかるようになります。で、この場合は、長さ7の経路ができていると。ということになっています。はい。でですね、実際じゃあ最大重みマッチングっていうのをちゃんと定義しようとするとこうなります。グラフがあって、各辺に皮膚重みがついています。皮膚の重み、皮膚だから0以上ですね。0も許すと。で、この W に関する最大重みマッチングといったら、それはマッチングで、任意のマッチング M プライムに対して、その辺の重みのが一番大きいんですね。つまり、M プライムにおける辺の重みと M における辺の重みを比べたら、M の方が M プライム以上ですよ。という形になっているような M というのを最大重みマッチングと言います。これでですね、この各辺についている数値が重みだと思ってください。で、この場合は、こういう3つの辺を選ぶと、最大重みマッチングになっています。で、このようなマッチングの重みは、この重み足したもので4足5足5。これ14になります。で、中があるんですけども、ここに。最大重みマッチングが最大マッチングであるとは限らない。最大マッチングって言ってるのは、要素数が最大のマッチングです。でも、最大重みマッチングは、重みが最大のマッチングなので、今ここですね、このマッチングは、要素数3のマッチングになっています。だけども、これは、最大マッチングではありません。何でかというと、このグラフの最大マッチングの要素数が4だからです。ですか。だから、最大重みマッチングが最大マッチングであるとは限らないので、それ注意してください。で、今やっていたのは、最大重みマッチングを見つけるという問題になっています。一
ちょっと待ってね。さっき10って言ったんだけども、10だとなんかまずい気がするんで、これ12にしますね。すみません。21にします。はい。まあ、本質は変わらないんですけども、本質変わらないんだったら変えなくていいんじゃないかって覚えたかもね。こうしますね。この方が多分誤解やすい。でですね、そのような、最大モニーマッチング問題を解くことによって、このドミノ型の人種を実現できるんだけども、そうすると、まあ、こういうその長い経路というのができて、長い経路ができると、多くのレシピントに腎臓を移すことができるようになるわけです。一方ですね、デメリットがあって、これ何かというと、医学的な問題があるわけです。なんでかというと、同時に執刀しなくてもならない手術が増加するからです。どういうことかというと、まあ、中田さんの有効経路があったら、ここですね。中田さんの有効経路があったら、ここの有効経路に関わってくる人が6人いるわけです。ドナーが3人、レシピエントが3人。で、ドナーは生きてる人ですから、ドナーから腎臓を取り出すという手術をしなくちゃいけません。し、その取り出した腎臓をレシピエントのところまで運んで、そのレシピエントに移すっていうこともしないといけないわけです。ですか。で、これらは同時に行うと思います。同時に行うと思います。ので、今、だから、この長さ3の有効経路があったら、この6個の手術を同時に行うことになります。一方で、この、長さ7の有効経路がさっきできましたけども、この場合は、14個の手術を同時に行うことになります。で、これはですね、非常に大変なんです。いくつかの手術を同時に行うってことを前もって決めておいて、その通りに実行するってことは非常に大変です。そうすると、このようなそのドミノ型の腎移植っていうのは非常に良いと、その多くのレシピに腎臓適用できればいいんだけども、医学上というか、その、まあ、ロジスティクス上というんですかね、難しいこともあるわけですね。そうすると、腎臓移植、ドミノ型で行いたいんだけども、その経路があんまり長くならないようにしたいってことも、まあ、同時に思うわけですね。で、まあ、そのと実際どういうことになるのかとちょっと計算してみたので、これは、適当にランダムに、グラフをつけてました。この一つ一つの頂点が、そのドナーとレシピエントのペアを表していると思っています。だから先ほどの左側のグラフですね。このグラフ。このグラフ、まあ、右側でもいいですけども、このようなグラフを、表していると思ってください。で、頂点数、これが50個のペア、50個のペアがいるような形になっていると思ってください。で、ここで、経路の長さの、上限を決めて、その上限の中で、最大、この中で何ペア移植に関わらせることができますかっていうことを解きました。で、解いたらこんな感じになったと。この右横軸が有効経路の長さの条件です。例えば14に入ったら、長さ14の有効経路まで存在することは許すけども、長さ15の経路は許しません。というふうにして問題を解きました。その時に、腎移植を行うペア数の最大値っていうのを計算しました。で、計算したら、3ぐらいかな、になりましたかっていうことが分かりました。先ほどの例ですね。で、これ何を表すかというと、有効経路の長さの上限を2から50まで増やしたときに腎移植を行えることになるペア数がどのように増えていくのかということを書いてみた。そうすると、長さ2の経路までしか許さなかったら4ペアしか、腎臓移植に関わらせることができなかったんだけども、長さ3の経路まで許すと9ペア、これ9ペア、長さ4まで許すと21ペア。で、50ペア、すべての人を関わらせることになるのは、この例は長さ38の経路までとしてはなりましたという感じですね。だから、有効経路の長さの上限を増やせば増やすほど、腎移植を行うことになるペアの数は増やせるんだけども、そのような手術はだんだん実行が難しくなっていくということになります。そうすると、まあ、どこら辺の有効経路の長さで、まあ、これを切るといいのかなってことは、まあ、いろいろと考えながら、こういうその計画は進めなくちゃいけないということになるわけです。で、まあ、このような計算にしようと思えば計算できるということになるわけです。はい。今言ったような長さ2の経路まで許す問題は、先ほど言ったように、最大マッチングを求める問題になりますし、経路の長さに制限がないような形でドミノ型腎移植を行うっていうのも、2グラフの最大マッチングを求める問題として、モデル化できます。
で、これが効率よく解ける問題です。で、一方で、その長さの制限がある、2以外の制限があるような問題というのは、実は NP 困難な問題といって、効率良い解き方が知られていない問題になっています。まあ、先ほどは、効率良くない方法で計算して、この図をですね、この図を作ったんですけども、まあ、そこら辺がですね、うまく解けると、あれ嬉しいかなっていうふうに、思うわけですね。まあ、本来はですね、他にも考えるいろんな条件や制約があるので、まあ、この最大マッチとか、ニブグラフの最大オンマッチングの問題のような形で簡単に実際は解けるわけではないんですけども、まあ、このような考え方が実際にこの対応で動いているということを理解しておいてください。はい。で、一応、長さ K の平を許す問題をちゃんと定義すると、こんな形になります。まあ、有効グラフがありまして、その長さを、の上限を表す K という線数があります。で、何をしたいのかというと、まあ、こういう有効グラフがあったら、その有効平路の集合で次を満たすものをつけます。で、何かというと、それらは長さがどれも K 以下である。で、どの頂点もこの中の2つ以上に含まれない。で、なおかつ、そこに含まれない頂点の発差最小になった。まあ、例えばこのグラフの場合には、まあ、こんな感じですね。こんな感じで、まあ、平路を見つけてあげると。で、そうすると、これ K が4なので、どの平路の長さも4以下になっていると。で、この平路に含まれていない頂点の数が4という形になっている。で、多分、この含まれない頂点の数を3にするように、うまくこの平路を選ぶことはできないと思います。はい。まあ、こういう問題として、まあ、これを解けばよいということになるわけです。はい。でですね、もう一個重要なことを言っておかなければいけなくて、何かというと、検体がある場合です。検体とか、その、亡くなった方の腎臓がいただければですね、で、それも、このような図の中に、まあ、含むことができるわけです。で、そうすると、まあ、今、この D8 というこのドナーは、まあ、検体だと思うわけですね。で、まあ、このドナーは、その、いわゆるその対応するレシピエントがいないわけです。で、まあ、そういうような、形で、このグラフに取り入れることができるようになります。で、検体の腎臓が早く移植したいです。腎臓を長期間保存できないから。だから、この、D8 さんの腎臓は優先的に割り当てたいというふうに思います。で、そのようにドミノ腎移植、ドミノ型腎移植を実行するにはどうしたらいいのかっていう問題は、これもまた、イブグラフの差でオムマッチングとして、モデル化できます。ので、どのようにモデル化していいのか、するべきなのかってことは、演習問題にありますので考えてみてください。はい。実際に、まあ、我々で言うとこんな感じになるということですね。はい。じゃあ、ドナー交換腎移植についてちょっと補足を最後にします。ドナー交換腎移植については、まず、初めにそれが提唱されたのは1986年です。アパポートによるとですね。で、これがですね、世界で初めて実施されたのは韓国です。1991年。だいぶ前ですね。20年前。30年前ですか ?30 年前の話になりますね。で、その後、まあ、いろんな国でも実際に実施されていて、日本でも2003年に実施されたみたいです。でも、現在、日本ではドナー交換腎移植は推進されていないです。だから、腎臓病の人が、このドナー交換腎移植を受けようと思うと、まあ、受けられないという形になっています。でですね、ドナー交換腎移植は、これは医学的な話なんですけども、その腎臓をどのように、その、交換するべきなのかとか、先ほど言ったとおり、プールの中でどのように選ぶべきなのかっていう話がたくさんあって、それは主に経済学で研究されています。そうですね、その、金銭の授受を伴わない交換のような経済なわけですね、これ。で、そういうところで、多く研究されていて、実際にこのロスという人が、この、まあ、経済の人なんですけども、この研究をすごく強く進めていて、実際にこのアメリカで、このドナー交換腎移植のシステムを立ち上げるところに非常に大きく貢献をしていて、まあ、その貢献も含めてノーベル経済学賞を2012年に受賞しています。はい。というような、まあ、話がドナー交換腎移植の話になりました。以上になります。で最後にですね、ちょっと時間が今日はオーバーするかもしれません。すいません。臨床研修病院の選考の話をしていきたいと思います。日本では2004年に始まったシステムなんですけども、何かというと、
医師臨床研修制度。研修制度は昔からあったんだけども、ここで今から話すのが2004年に始まったことを話します。で、何かというと、医師国家試験を受けて、医師免許を受けた者に対して2年間の臨床研修を義務付けるものというのがあります。医師臨床研修制度です。で、臨床研修というのは何かというと、そのお医者さんがですね、病院で実際に診療等を行う研修です。だから、医学部を出て、医師免許を受けた、ほやほやのお医者さんが、まず2年間、研修を受けなきゃいけなくて、で、それを、臨床研修って言ってます。だから実際の病院で研修を受けるんです。で、2004年に始まったこの制度では、臨床研修を希望する者が研修を行う病院を希望できます。すごいですね。で、そうすると、その希望がいくつか集まるんですけども、その希望に応じて、どのように研修医を病院に割り当てるのかということが問題になります。で、それを考えましょうということになるわけです。で、これはまさにマッチングなわけですね。で、こういう状況を考えましょうと。でですけども、今ですね、これ、研修レジェンドが8人とします。で、病院がですね、4つあるとしますね。で、この左に書いてあるもの、各研修について、これは重要です。で、何かっていうと、各研修医にとって、この4つの病院のどれを良いと思っているのかっていう、この希望順です。希望順を書いてます。例えば、この R8 という研修医さんは、H4 という病院が一番良いと思っていて、それはだから第1希望だと。で、H が第2希望、H1 第3希望、H3 第4希望ですね。で、R2 っていうふうに言ってると、これは、この人は H2 が第1希望で、H1 が第2希望、で、第3、第4希望ない。これ、ないっていうのは、どういうことを意味するかっていうと、ないっていうのは、H3 と H4 には配属されたくないということです。だから、ここに希望にないというときには、R2 さんは H3 で H4 に配属されることはありません。ってことが、想定されて、だから、配属されるんだったら配属されない方がいいと思っているというぐらい、このひどく H3 と H4 をこの希望順に入れていないと思ってください。一方で、病院の方にも、この希望順っていうのがあります。それは、この各研修医に対して、ランク付けをしていて、そのランク付けに応じて、この左にいる人ほど欲しいと思っているというふうに、見なしていると思ってください。で、なおかつ、各病院には定員があります。これ定員です。定員のこと、クォータっていうんで、Q で書いてますけども。定員があって、どの病院もこの場合は2名の定員があるというわけですね。で、先ほど言ったみたいに、これは、基本的にこのマッチングの問題なんですよ。で、例えば、こんな風に、割り当てられます。配属されます。これは何を表してるかっていうと、R13 と R23 は H2、R33 と R73 は H1、こんな感じですね。で、その配属をこの線で表していて、で、この赤い線で書いてあるものはマッチングのように見えるんですけども、これはマッチングじゃないです。なんでかっていうと、この H1 という頂点には改変が2つ接続しているからです。しかしですね、これはマッチングで見ることもできて、なんでかっていうと、もともと H1 とかですね、各病院の定員は2だったので、この1つの病院の頂点を2つに膨らませてあげます。で、このようなグラフを作ってあげるわけです。では、どういうグラフかというと、この異変があるときには、お互いに、研修医と病院は、配属されてもいいよと思っているってことを表しています。例えば、今ですね、この R2 と H1 の間に変がないんですけども、それは何でかっていうと、R2 という人は H1 と配属されてもいいと思っているんだけども、H1 という病院は R2 と配属されたくないと、配属したくされたくないというふうに思っているからです。だから、H1 と R2 の間には変がないと思ってください。両方にある場合、両方希望している場合は変があります。どうぞですね。で、このような、イブグラフを作って、そこで、マッチング、特に最大重いマッチングっていうのを作ってあげましょうということを考えます。例えばですね、今この R8 と、H3 を結ぶ辺があるんですけども、この各辺に重みをつけるわけです。どうやって重みをつけるかっていうと、今の R8 と H3 が、
なんだろうな。ペアになるっていうか、R8 が H3 に配属されると何が起こるかっていうと、R8 さんにとっては、一番好まない、一番ランクが下の、病院に配属することになって、H3 から見ると R8 っていうのは3番目に良い人が配属されることになるわけです。で、何をするかっていうと、この、まあ、ランクがあるので、ランクに対して上から4点、3点、2点、1点っていうふうに、研修医側では、点数をつけて、病院側では、研修医が8人いるので、上の方のランクから8点、7点、6点、4点、3点、2点、1点っていうふうに、点数をつけることにします。なんか5がないですね。すみません。5がない。8、7、6、5、4、3、2、1と点をつけることにします。で、そうすると、この R7 と H3 を結ぶ辺の重みは、この辺を使った割り当てができると、R8 さんには1点、H3 という病院には6点入るので、これ1プラス6の7点入りますから、この7っていう重みをつけてあげるというふうにします。で、このような形で各辺に重みをつけて、最大重みマッチングを計算してあげましょう。ということをすると、重みの大きな、つまり得点の高いマッチングが得られるということになるわけです。嬉しいですね。で、これ計算できます。で、計算しました。こんな感じになります。で、こうすると、その、まあ、H1 のところには2つあるので、それをまとめると、先ほどの図のような、こういう割り当てが作られるということになるわけです。で、得点は、この実際この割り当てられた、病院の得点を足して、あと割り当てられた、なんだろう、この、研修医の得点を足してあげることによって得られるということになります。いいですか？で、そうするとですね、実は、まずいことが起きます。というのが、割とパンチラインなんですけど、何かというと、このように決めるとですね、この場合、R8 と H2 はこの配属を受け入れられないと考えます。なぜか。R8 さんと H2 という病院を見てみると、今 R8 さんはこの配属においては H3 という病院に配属されています。で、それは今4番目に、希望順第4ですね。H3 は。で、H2 という病院を見ると、H2 という病院には R1 と R2 という2人の研修医が配属されていて、それは希望順で言うと4と5になっています。で、この R8 という研修医と H2 という病院はお互いを見ると、お互い今この配属でマッチしている ITU よりも良い人になったわけです。何を言ったかというと、R8 から見ると H2 という病院は今現在の相手である H3 という病院よりも良いです、H2 は。で、H2 の方から見ると、R8 という相手は今現在配属されている R1、R2 より良い相手になっています。そうすると何が起こるかっていうと、このような決め方を R8 と H2 が受け入れられないわけです。なんでかっていうと、もしこの市場にですね、この場に R8 と H2 しかいなかったら、その人たちが2人で、この、なんだろうな、マッチングというか、この、研修配属を行った方が良かったなというふうに思ってしまう。不満になるわけですね。不満分子ですね。R8 と H2 が。R8 だけが不満を持ってるんだったら、いや、その不満はこちらの病院側では、解消できないよっていうふうに、ということになるわけですけども、この R8 と AT というペアが不満に思ってるっていうことが重要で、ペアが不満に思ってるんで、この2人がやったら、そのペアでこの不満を解消できてしまう。だからこの配属の方法を受け入れられませんよっていうふうに言い出すことになるわけです。で、こういうペアですね。R8 と H2 っていう、こういうペアのことをブロッキングペアっていうふうに言ったりします。で、こういうペアがいると、この配属結果受け入れません。やり直しとかになってしまうわけですね。で、困っちゃうということになります。で、そうすると、まあ、こういうそのブロッキングペアっていうものがないような配属の方法を考えたいということになります。じゃあ、今一度このブロッキングペアっていうのは何なのかってことをちゃんと定義します。定義します。研修医の配属割れて今ミュート。先ほど見たマッチングだと思ってください。で、そのミューにおけるブロッキングペアとは何でしょうと言ったら、それは研修医と病院の国 RH で次の条件を全て満たすもの。で、これがちょっと長いんですけども、これと読んでいきますね。ミューにおいて R が H と配属されていない。先ほどの青い線では私のものです。R は H を希望順に入れ、H も R を希望順に入れている。だから、マッチしようと思えばマッチできた。先ほどの黒いグラフの辺にはなっているということですね。で、R
研修医の方はいずれかを出します。何かというと、R はどの病院にも配属されていないか、あるいは配属されているとしたら、その配属されている病院よりも H の方を好む。先ほどの状況と同じですね。で、病院の方も同じようなことが起きている。上の方が何かっていうと、H は μ で空席を持て余している。だから先ほどの言い方で言うと、その定員2があったんだけども、定員2を満たしてない。か、あるいは、H は μ で配属される研修医の誰かよりも R を好む。先ほどの例では、配属されている研修医の全てよりも R を好んでましたけども、そのこ、こ、えっと、R よりも好まない人が一人でもいれば、それは、ブロッキングペアの条件を満たすことになります。で、こういうブロッキングペアがいると、その配属割り当てはよろしくないですね、ということになるわけです。理由は先ほど言った通り、この R と H が不満を持つ、ペアで不満を持つ、ということになるわけです。ということなので、ブロッキングペアが存在しないような割り当てを考えたんですけども、これは今出してますね。これは実はブロッキングペアが存在しない割り当てです。で、これはですね、いろいろと特徴があって、いろいろと言ってきたいんですけども、まず何かというと、RH と RN という研修医はどの病院にも配属されていません。で、HH と H3 という病院に配属されている研修医は一人だけです。一人だけです。だけども、この配属は、ブロッキングペアが存在しない配属になっています。例えばですね、この、RH と H2、このペアがブロッキングペアかどうかということを確認しようとすると、まずですね、R1 は、なんだっけ、割り当てられていませんから、先ほどの条件の、こっちですね、どの病院も配属されていない、この条件を満たします。しかし、この病院の方は、今配属されている誰よりも R1 は低い位置にいますから、この AT の方は不満に思わないわけです。だから、この RH、H2 っていうペアはブロッキングペアではないということになります。じゃ同じように考えて、じゃこの R2 と H2 を考えてみると、これはブロッキングペアかと言われると同じ理由でブロッキングペアではありませんということになります。R3 と H2 を見るとどうなったかというと、R3 から見てみると、H2 は今の割り当てられている H1 よりも、H2 の方が嬉しいから、良いから、R3 は不満に思うんだけども、H2 から見ると、R3 っていうのは、R7 や R8 よりも低い位置にいますから、H2 は不満に思わずに、R3、H2 というペアはブロッキングペアではないということになります。ですか。まあ、そのようなことを他のペアですね、に対しても全部確認すると、ブロッキングペアはどこにもないということになります。いいでしょうか。で、このブロッキングペアを持たないような配属割り当てのことを安定な割り当てというふうに言います。安定の割り当てと言います。で、我々が欲しいのは安定な配属割り当てです。安定な配属割り当てです。で、しかも、安定な割り当ての中でも、研修医ができるだけ多く配属されるものが望ましい。安定な配属がたくさんあるかもしれないわけです。たくさんあるものの中でも、研修医ができるだけ多く配属される。先ほどみたいに、これは、ブロッキングペアが存在しないのは、これ安定なんですけども、この安定なんだけども、できるだけ、たくさん研修医を配属させることになってほしくって、この例みたいに、この R1 と R2 が配属されない形になっているのは、あんまり望ましくないなというふうに思うわけです。ですか？で、安定の配属割り当てが望ましいというふうに言ってもいいけど、そもそも安定の配属割り当てが存在するのかというのは、根本的な問題なわけです。根本的な問題です。で、これが大定理というか重要なことで、何かというと、これですね。研修配属問題というか、どんな場合でも安定の配属存在します。これはすごいですね。これゲームシャープ例の古い論文書いてあるんですけども、これが、まあ、すごくて、まあ、だから、これだからこそ、この安定の配属割り当てっていうのが、いろんなところで使われることになっていると思うんですけども、だから、やっぱり、どんな時にも存在するっていうような、そういう強い法則っていうのは、使えるんですね。もちろん、どんな場合でも存在するってことを言うためには、これは数学的に証明しなくちゃいけないわけですね。で、そういう意味からやってきます。が、この今の、研修配属問題っていうのを扱うのは、もう時間伸びちゃってますけども、ちょっとやるのは大変なので、一般の場合、この研修配属問題の場合は演習問題にしますけども、それよりも簡単な場合の問題をやります。
で、何かっていうと、どの病院の定数も1位で、なおかつ研修医の総数と病院の総数は等しい。で、各研修医の希望順には全ての病院が入っているから、先ほどみたいに一部の病院しか希望順に入れるってことは許さない。全部の病院の名前書かないといけない。研修医がね。で、各病院の方も全ての研修医の名前を希望順のリストのところに書かないといけない。ということにします。で、こうすると、これあんまり研修医の配属問題のようには見えなくなって、で、こういう場合の問題のことをよく安定結婚問題と、文献で呼ぶことになっています。で、だから今、先ほどまでは左側に研修医がいて、右側に病院がいるというふうに思ってたんですけども、研修医を今後は男性ということになります。呼ぶことにして、病院の方を女性ということにします。で、安定の配属割ってのと、安定な結婚ということにします。ちょっと、生々しいというか、まあ、こういう、用語が伝統的に使われているので、まあ、こういう用語を使ってことにしますけども、別にその、結婚市場において、想定したわけではないってことは、ちょっと、強調しておきますけども、ただ、結婚市場っていうのかな、婚姻市場っていう、ちょっと、表現もわかんないですけども、まあ、そういうその男女の間の、話を、メタファーというか、案に考えると、理解しやすいという部分も一個あるので、まあ、そういうような言葉を使っていく可能性もあります。で、こういうような感じになったと思ってください。左側に男性がいる。これまでです。で、右側に女性がいる。で、すべての、男性側はすべての女性を並べていると。次の順に。で、女性側はすべての男性を並べていると。こんな感じですね。で、この時に必ず安定な割り当てがありますよ、ということになります。で、どのように、その安定な割り当て、どこまで安定な結婚がありますよ、かってことを証明するために、実際にやるのは何かっていうと、そういうものを一つ作るアルゴリズムを与えます。で、それはですね、受け入れ保留アルゴリズムと呼ばれている、よくこの分野では出てくるアルゴリズムです。で、それを紹介します。で、それをもって証明を行います。で、どうやってやるか。これが受け入れ、保留アルゴリズムです。まだパートナーが決まっていない男性がいる限り、M がいる限り、M のリストの中でまだ断られていない最上位の女性が多分ですよ。なんか生々しいですよ。例えばですね、この M1 っていう男性はまだこのパートナー決まっていないので、じゃあその人を M にしましょうと。で、まだ断られていない最上位の女性、これ W2 ですね。で、そしたら何がするかというと、M1 さんは W2 さんにプロポーズします。プロポーズをします。で、今 W2 さんは、まだパートナーがいない。決まってない。ので、このプロポーズをですね、受け入れます。で、受け入れて、このパートナーとなるんですけども、これ、ここがポイントで、受け入れ保留って言ってるのは何かっていうと、この時点で、この二人の結婚が決まったわけではないです。決まったわけではなくて、W2 さんとしては今どういう状況かっていうと、この M1 さんをキープしている状況です。キープしている状況で、もしかしたら、この後で M1 さんから別の男性に、この W2 さんのパートナーが変わるかもしれないんだけども、今のところ、この W2 さんは M1 さんをキープしています。という形だと思います。で、次ですね。じゃあ、まだパートナーが決まっていない男性、じゃあ M2 さんを見ましょう。で、M2 さんの先頭にいる、このリストで先頭にいる女性は W4 さんですから、W4 さんにプロポーズします。で、W4 さんはまだパートナーいませんから、W4 さんも M2 さんを仮のパートナーとして受け入れます。そうなんですね。で、次、同じこと M3 さんになります。M3 さんのトップには W1 さんいますか？ W1 さんは、あ、じゃ、M3 さんは W1 さんにプロポーズをします。で、W1 さんはまだパートナーいませんから、M3 さんを仮のパートナーとして受け入れます。そうなんですね。次、M4 さんは先頭に W2 さんがいますから、W2 さんにプロポーズします。で、そうすると、何が起こるかっていうと、W2 さんにはですね、もうすでに仮のパートナー M2 さんがいるわけです。で、ここで W2 さん何するかっていうと、M4 さんのこのプロポーズを受け入れるかどうかっていうことをここで決めます。でですね、W2 さんにとっては、M4 さんは、今仮のパートナーとなっている M1 さんよりも、この順序で上にいるんですね。で、上にいる、つまり W2 さんにとっては M4 さんの方が好ましいので、M1 さんとの仮パートナー契約を解消します。で、解消して M4 さんを仮パートナーとします。で、ここです。で、その、まあ、解消されたペアについては、この×をつけることにしましょう。今、起こったのはここですね。
W が現在のパートナーとの関係を解消するということが起きました。ことになります。そうすると、 M1 さんまたこうパートナーがいない状況になったので、次の、プロポーズをするんですけども、それは次の人、WH さんですね。WH さんにプロポーズをすると、WH さんは仮として今 M3 さんとパートナーになっていますので、WH さんはこの M1 さんと M3 さんを比べられます。で、そうすると M1 さんの方が上にいますから、WH さんは M3 さんとの関係を解消して M1 さんを仮パートナーにします。こうなります。で、そうすると M3 さんはまたパートナーに上にいますから、次の候補である W3 さんにプロポーズします。そうすると W3 さんはパートナーいませんから、これで W3 さんは M3 さんのお申し出を受け入れます。で、そうすると全ての人、全てのパートナー、男性のパートナーが決まりましたから、これでこのアルゴリズムの実行は終わるということになります。最終的に完全マッチングであるという形になります。ですか？これが受け入れ保留アルゴリズムです。で、この受け入れ保留アルゴリズムによって得られる、マッチングが、というか、割り当て、結婚が必ず安定な割り当てになっているということを証明するんですけども、まずこのアルゴリズムは必ず停止するということを証明させていきます。でですね、これは簡単に証明できるので、ちょっと後で見てください。すみません。時間が伸びているので、ちょっと後で見てください。時間が進みますけども、それは割と簡単に証明できます。で、問題はこちら安定性の方ですね。安定結婚問題で受け入れ保有アルゴリズムの出力は必ず安定な割り当てである。なぜかと。安定でないと仮定しましょう。安定でないとすると、ブロッキングペアが存在するわけです。結構、その M と W というのをブロッキングペアとしましょう。で、最終的に、この受け入れ保留アルゴリズムが完全マッチングが使用されてますから、M とマッチしているパートナーであるような、なんか女性、W プライムっていうのと、という人と、W のパートナーである M プライムっていう人、もちろんいるわけです。で、それは今このマッチングでこう、パートナーになってるわけですね。で、そうすると、何が起きているかというと、そうですね。M、W はブロッキングペアなので、M は W プライムよりも W を好む。つまり、この M の希望順を見てみると、W の方が W プライムよりも左側にいるわけです。ですか？こうなってます。これ書いてあったな。書いてあった。で、W の方も同じで、W の方を見てみると、M の方が M プライムよりも左側にあるということになっているわけです。で、先ほどの受け入れ保留アルゴリズムの動きを見てみます。そうすると、受け入れ保留アルゴリズムでは、M さんは、このリストの希望順が高い方から順番にプロポーズしていってるわけです。で、最終的に M さんの、パートナーが W プライムさんになっているということは、この希望順にプロポーズしている最中で、W さんに一回プロポーズをすることになります。W さんに一回プロポーズをしています。ですか？で、プロポーズをしたのに、W さんはこれ断られてるわけです。W さんに。M さんは W さんにプロポーズをしているのに、W さんに断られて、最終的に W さんは M プライムさんと、のパートナーになっているということですね。っていうふうになってるわけです。で、そんなことは起きないはずなんですね。なんでかっていうと、M さんが W さんに、プロポーズをしたときに、もしかしたら、その W さんが M さんをパートナーにしてるかもしれないですし、してないかもしれないんですけども、してるとすると、その後、M さんが断られたとしたら、W さんに、W さんに M さんが断られたとしたら、W さんのパートナーは M さんよりも左側にいる人にしかなれないわけです。あるいは、M さんが W さんにプロポーズした瞬間に M さんが断られているとしたら、なぜかというと、W さんがその時すでに M さんよりも好ましい男性とパートナーになっているからです。つまり、最終的なマッチングにおいて、W さんと M プライムさんが、パートナーになることはありえません。矛盾です。ということで、この M さんと W さんがブロッキングペアであることはありえないということになるわけです。いいでしょうか。つまり、受け入れ保留アルゴリズムによって必ず安定の割り当てが得られるということが分かりました。
2社ですね、研修配属問題も同じように受け入れ保留アルゴリズムっていうのを適用してみると、ね、結論をされています。結論は何かというと、安定結婚問題においてはどんな場合でも安定のパレートは存在するということになります。で、これは安定結婚問題に関する話なんですけども、研修医配属問題についても同じようなことが言えまして、実際に受け入れ保留アルゴリズムを適用しています。で、例えばじゃあ R1 さんが初めに、希望順位1位の H2 さんに、プロポールというか、申し込みます。そうすると、H2 さん受け入れると。これは仮受け入れ、仮配属、仮受け入れです。その次、R2 さんじゃなくても、H8 さん、R2 さんじゃなくても、R8 さんでもいいので、R8 さん、今まだ配属決まってませんから、R8 さんから H4 かな？に、H4 にプロポールしたいんだけども、ですね、H4 に、そうですね、H4 にプロポールしたいんだけども、H4 のリストの中に R8 いませんから、R8 さんが H4 に行ったプロポールは断られます。H4 のリストないから。次の候補である H2 さんにプロポールします。H2 さんはこういますから、R8 いますから、これは通ると思います。病院側の定員が今2であることに注意してください。はい。じゃ次じゃ R2 さんにしましょう。R2 さんは、希望順位1位の H2 さんにプロポーズします。で、そうすると、もともといる人々よりも、この人、順位低いですから、この申し込みは断られるということになります。断られます。で、次じゃ H1 に、申し込みたいんですけども、H1 のリストの中に R2 さんいませんから、この時点で R2 さんは、これも排除されないということが決まります。次、R7 さん見ましょう。R7 さんは H2 に初めに、申し上げます。で、そうすると、これ、R7 さんは H2 にとっては一番いい人であるので、定員2を目指そうと思ったら、この R1 さんを断る必要があります。じゃ、断ります。断りました。で、そうすると R1 さんは、H2 に断られたので、もう行く病院がなくなって、この時点で R1 さんはどの病院からも受け入れられないということがわかります。次は R3 さんを見るんだけども、R3 さんはまた H2 に、申し込むと、今、仮配属されている人よりも順位が低いので、それも断られます。次、H1 に申し込むと、これは通ります。仮配属。で、同じような形で R6 さんやっていくと、R6 さんは、H4 と仮配属されます。で、次、R4 さんによると、R4 さんは、ここですね、ここにいるので、H1、H2 はやっぱり、うまくいかなくて、H3 に仮配属されます。で、R5 見ると、この人はここですね、に仮配属されるという形になって、これで決まるということになります。よろしいでしょうか。でですね、実はですね、安定の割り当てっていうのは、一通りとは限らなくて、今、ここに例があるんですね。ちょっと例を小さくしたんですけども、病院側は H1 と H2 の定員が1で、H3 の定員を2だとしています。で、そのような場合には、こんな感じで、少なくとも2つ、安定な配属割り当てっていうのがあるってことがわかります。これ、どちらも安定です。で、注目してほしいのは何かっていうと、ですね、ここに書いてある性質で何かっていうと、読みますけども、研修医配属問題においては、どの安定な割り当てにおいても、割り当てられる研修医数は同じ。これ、どちらの割り当てにおいても、4人の研修医の中で割り当てられる研修医の数は3人だけです。で、この3という数値は、この状況においては、どの安定の割り当てを持っていても変わりません。じゃあ、これに書いたことで、実はですね、もっと強いことが言えます、性質として。で、それ何かというと、ここに書いてあることで、研修医配属問題においては、どの安定の割り当てでも配属病院が決まる研修医は変わらない。なおかつ、どの安定の割り当てでも病院に配属される研修医数が変わらない。何を言ってるかというと、今ですね、この2つの安定の割り当てにおいて、RH さんが配属されていないという状況が起きています。実は、この状況においては、どのような安定の割り当てを持ってきても、その中で配属されない研修医は RH さんになります。どの安定の割り当てを持ってきても。で、一方で、どのアンテナを持ってきても、この病院の方で、この H3 という病院の定員が1だけ空くっていう状況も、どのアンテ
これ流れ後で、安定流れ後でも変わりません。っていうのが、ここに書かれているわけです。すごいですね。これ、田舎の病院制度って言われてるんですけども、これすごいですね。なんで田舎の病院制度というのかというと、田舎の病院に、の定員に空きが出てしまうということがあるとすると、それはどんな安定な割り当てを持ってきても、空きができてしまうというようなことなんですね。それは今、その病院側の、視点で見てますけども、研修医側で見てると、研修医側は、どの安定な割り当てを持ってきても、配属されない人は変わらない。ということになります。で、これは、そういうその絶望的な話をしたい方のためにも聞くんであって、つまり何かというと、どの、安定の割り当てを持ってきても、配属される人数は変わらないので、先ほど初めに言っていた、安定の配属の中でも、研修医ができるだけ多く配属されるのは望ましいというふうに言ったんだけども、この目的に関して言うと、どの安定の割り当てを持ってきても、研修医が、配属される研修の数は変わらないので、それについては心配しなくてよということになるわけです。だから、この先ほど言っていた安定な配属割り当てが存在するのかという問題に対しては、受け入れ保留アルゴリズムによって安定な配属割り当てはどんな場合でも見つけられますし、そのどんな安定な配属を持ってきても、配属される研修の数は変わらないということになって、それを使って問題解決するよいでしょうということになります。で、一応ですね、この臨床研修病院選考について補足も2つありまして、これはですね、2004年に日本で始まった制度で実際使っている形です。受け入れ保留アルゴリズムを使っているんですね。ってことは、ここに書いてありますので、そうだというふうに私は信じてまして、実際に、それ以前には、例えばアメリカでナショナルメディカルレジデンスか、メディカルレジデンスプログラム、では、1952年から、このような考え方を使って、研修医の割り当てをしているということになっています。でですね、初代学では、学科配属、研究配属で受け入れ保留アルゴリズム編集を使っているようであるということが、ちょっと調べると分かって、お茶の水大学の理学部情報科学や慶応義塾大学の理工学部では、そういうような考え方を使って、その大学の中でもいろんな配属をやっていると。そういう問題の解決に使っているということが分かっています。でですね、このような考え方は、このゲイル・シャープレーの論文が発端になっているんですけども、この論文や、他の、貢献によって、このロイド・シャープレーは、先ほどのロスと同時にですね、ノーベル経済学賞を受賞しています。で、いろんな研究は実はあるんですけども、先ほど言ってその安定結婚問題、その男女だと思う場合には、定員がないので、1対1の割り当ての問題を考えていることになりますし、研修医の配属の問題においては、病院1人、1つに対して多数の、配属研修医を、研修医が配属されることになるので、多対1の割り当てというふうに見ることもできます。で、一部には多対多の割り当てというのもありまして、そういう問題もいろんな研究で考えられていますし、2部グラフではないようなグラフにおいても、割り当てを行うという問題が考えられていて、よくその安定ルームメイト問題と呼ばれたりしていたり、いろんな研究があったりします。これ、とても、活発に研究されている分野で、いろんな面白い研究がありますし、実際にいろんなところで使われています。という形で今日のまとめをしますと、だいぶ伸びてしまってすみません。今日はマッチングを使って問題解決をする例を見るという形で、XML のパターンマッチング、ドナー交換人職、そして臨床研修要員選考の話をしてきました。で、ちょっとここで強調しておきたいのは何かというと、このような形でマッチングを使った問題解決の例っていうのが、いくつかすでにあるんですけども、皆さんの身の回りにある問題を自分なりの考え方で、自分なりのモデル化、自分なりの例を考えるということをするのが重要です。こういうその既存の例を学ぶということは、それはそれで重要なんですけども、皆さんが本当にやるべきことは、こういう例を、ケーススタディとして、自分自身いろんな目の前にある問題をこういう形で解決できるようになることですので、そういうつもりでこういうそのモデル化の例をいくつかいるようにしていってください。では、今日の授業、だいぶ伸びてしまってすいませんが、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。